おはようございます。岩瀬幸弘です。今日は大会2日前最後の今からね、トレーニングです。で今日もねこの MX フュージョンジムでちょっと朝ね早く上げてもらって、もうファスティッドワークアウトして、でそこから予定は変わっての感じです。じゃあ行きましょう。Let's go。はい、ホテルに無事チェックインできました。早速コンディションチェック。はい、OK。で、今回もね、大会会場近くの東急ステイ渋谷。結構広いお部屋です。
IH のキッチンにポットを流し、で、ね、洗剤とかもついてるし、冷蔵庫、下冷凍室、電子レンジついてます。浴室もかなり、ドラム式の、ね、洗濯乾燥ついてます。そして鏡があるときはコンディションチェック。はい、部屋にね着いたんで早速カーブアップの続きします。シナモン、アーモンドバター、蜂蜜で今日1日分の塩、まあ、パイナップルとかね、もうやがて16時、予定ではね3時ぐらいに食べたかったんだけど、なかなかうまく移動があるとね行かないんで、これはジャスミンライスと200とパイナップル100、まああとシナモンでアーモンドバター 10g って感じのご飯です。食べましょう。 Let's eat。 甘い今回はね、やっぱり体重制限の部分があるんで、そこをねちょっと意識しつつカーブアップしていく感じね。あとまた数時間後にコーチにコンディション送って、でまたね体重の変化とか見ながら明日のスケジュールを組んでいくという感じです。これで何食目だ、5食目か、あと4食今日は残ってますけど、まあお腹的には全然ね、カーボ量的には大した量がない、取ってないんで余裕だし、体重も多分そこまで今のところ増えてない感じですね。寝たら元に戻りそうな感じ、水も少ないし、でシナモンとかね、このアーモンドバターで血糖値の急激な上昇を防ぐ、で血糖値安定した状態でカーブアップするようなミールプランっていうのかなですね。使えるね、カーボは。減量してるとコンディションが良くなっていくから、それがめちゃくちゃ楽しいんだけど、増量中はねしっかり食べて高いレベルで練習できるんで、それがまたねいいんだよね。もいいんだけど、減量してるときは増量したくなるし、増量してるとねリーンな体が羨ましくなるっていうね、ないものねだり。今回は家でジャスミンライスを結構5合ぐらいかな、とりあえず作ってそれを持ってきました。まあ、レンチンして食べれるパックのご飯買えばよかったんですけど、どうしても食べたくてね。じゃあ見えたかな、ライスと
チキンを食べます。結構ね慎重に食べないと、まあ明日体重が夜ね、チェックインウェインがあるんで、そこで6時だから、まあね、朝体重が多くなってたらね、ちょっと食事の量減らして、あ、もしくは食べずにチェックインして、でその後って感じかな。6時までは長いね。体重制限が大変だね、やっぱり。これがまだもうちょい早い時間だったら、その後もね健量パスタ食べる時間って6時だからね、もう、まあ、食べる時間もないしね、結構難しいね、そこは。明日は夜がチェックインなんだけど、昼にエボルギアブースに行ったり、ちょっとお世話になってるブースに顔を出していきたいと思います。これ食べてもう一食最後食べて今日はおしまい。コンディションはただね、わかるかな、めちゃくちゃいい。力入れるとやっぱつっちゃうけど、疲労がね残ってるから。結構みんなねメンテナンスしたりね直前する選手多いと思うけど、やれるとベストだよね、やっぱりね。ちょっと張りが戻ってきた感じするね。あと意外と朝から水分をちゃんと、今日4リットルなんだけど、意外とケチって飲んでたらまだ1リットル近く残ってるね。飲むのもめんどくさいからね。ウォーターローディングしてて、やっぱり冷たい水だと飲めないから常温水が最近多いですわ。おはようございます。今日は大会前日の今朝で、シャワー浴びてこれから1食目食べるところです。ちょっとね体重を気にしすぎてだいぶ体がフラットになってきたんでね、調整が必要ですね、ここからね、6時までちょっと体重測りながら食べて、で終わった後にさらに食べる量を調整するような感じですね。コンディションは昨日よりもかなり良くなってるかなって感じします。だ張りがねまだもうちょい欲しいなっていうところだね。とにもかくにも食べます。さっきねブースエボルギアメインに行って、クロンさんとか、オールアウトとかねサプリンクスとかちょっとお世話になってるところもあって、でホテル戻ってきてで食べてちょっと、まあ、お昼寝してでまた今から食べます。今回はね、まあ、さっきも話したけどジャスミン米で、今まで餅とかが多かったんだけど、まあお米ライスにここ最近はね変更してて、餅も使ったりするんですけど、でこのジャスミンライスとかのいいとこはやっぱそのお米のね構造的に多分アミロースが
多い。で、餅とかはね、アミロペクチンっていうのかな、でんぷんがそういう構造なはずなんだけど、で、吸収が割と早い餅はね。で、こっちは割とアミロースの方がまあゆっくりらしい、うん、だからまあそんなにガッとね一気に吸収を早くしたいっていうわけでもないから、まあゆっくり、うん、血糖値がね上がってくれてゆっくりっていう感じで全然いいんでね、まあこれにしてます。なんかね調子もいい感じがする。でアメリカとかに行った時はだいたい向こうでこういうののパックの米みたいなのが売ってるからそれを使って食べるんだけど、なんかいい感じするもんね。多分ね、まあ予備で砂糖のご飯もなくなっちゃうから買ったんだけど、こっちの方がやっぱりちょっと少しねもちっとしてもち米に近くなってるような感じもあるから、まあメインはね、ジャスミン米にしてますということで、今からライス食べます。いただきます。で、この後もうちょっとしたら選手チェックインと体重測るウェインがあるんで、今ね体重は問題ないと思いますけど、まあ、食べてまた体重測って様子見てやっていきたいと思います。だいぶ張りが戻ってきたかもしれない。体重クリアしたらコーチと相談してもっと食べるかどうするか決める感じだね。いよいよ大会前最後の食事、サーモンとライスです。いただきます。でサーモンもねやっぱり（笑）かなり脂がいいっていうことで、オメガ3がねまたインスリンの感受性にね作用する、まあ、血糖値をゆっくりしてくれるのかな、上げすぎない、うん、っていうことで、でかつね、まあ、腹持ちもいい夜ねっていうので締めのご飯はサーモンです。こんなに脂があるものを食べることないからね。でお米とで、まあ、タンパク質、うん、で、普段はね、まあ、ファットのあれといえばアーモンドバターなんだけど、夜だけはこのサーモンという感じだね。この瞬間はマジで生き返るよね。最高だな。まだまだやっぱ食べても体重が落ちてくんでね、リミット的にももっと食べてもいいのかなっていう感じはあるけど、まあコンディション見てねコーチと連絡取ってたら、まあ、予定通りでっていう感じだったんで、まあ食べ過ぎない程度に。じゃーん。そして最後の食事と一緒に食べるマフィン、
どれにしようかなと。はい、じゃん。これは何マフィンだろうな。オレオかな。入ってる、ね、こいつにしました。これちょっとね、冷蔵してたんで、ちょっと電子レンジでチンして、これいただきます。これはやばいよ。渋谷のスクランブルスクエア中に入ってんだけど、今月いっぱいでお店なくなっちゃうらしいんだけど、いただきます。うまっ。最強マフィン、マジで。オンラインでも買えるみたいだからね、別にいいんだけど、こう選ぶね。ほんと最強だな、形といい。うん、しみるね、これは最強。あっという間だったな。美味しかった。これであとはしっかり寝て、明日また朝食べてで、大会当日迎えると思う感じだな。ミッションはどうかな。まあかなり良くなってきたんじゃないでしょうか。パンパンにね、なってきたなっていう感じします。よし、じゃあ頑張ります。いつもご視聴ありがとうございます。いいね、コメント、チャンネル登録お待ちしてます。じゃあ、おやすみ。